マルコ広場水門の動作原理、モーセプロジェクトとは、イタリアにある水のとベネツィアで行われている、ベネタ型の入り口を可動式の水門で制御して、アックアールタに備える計画である。最大3メートルの潮の満ち引きに対応する。コスト上昇や汚職などのスキャンダルにより遅延が発生したが、2021年末までに完成予定。旧約聖書で海を分ける奇跡を起こしたモーセにちなむ。 水門は別々に操作できるため、柔軟に対応可能で過去の事例より大きい高潮が起きても対応が可能な最大3メートルを想定している。アルセナーレディベネツヤは元海軍の造船所跡で歴史遺産となっていた。それらを復元し博物館としての機能とともに、水門のコントロールセンター機能も追加された。 リド・インレッドマリマコ・インレット・キドジャ・インレット1980年代に設計され2003年に開始されたが当初の予想された建設費の3倍以上となっている。また、汚職などのスキャンダルにも悩まされ数十人の職員が逮捕され建設期間が延長されてきた。ありがとうございます。